こんにちは。今日の木村屋のパンなんですけども、パイナップルデニッシュ、こちら行ってみようかと思います。前回の木村屋のパンに比べてちょっとグレードが上がるのかなと思ってますね。こうパッケージもちょっと違いますよね。で、形もなんか薄っぺらくてこんな感じです。前のはね、こういう風なロールだったんですけども、今回は、まあ、ちょっと手の込んだパンで、あとね、痛みが早そうですね。これはね、生もの入ってますんで、ということでいただいてみようかと思います。これカロリーが309キロカロリーなんで十分許容量でございます。ではいただきます。これはね、すごく美味しそうですね。また別のパンの生地もちょっと高級なんじゃないかなって気がしてます。どうでしょうか。あ、これクロワッサンのパン生地使ってるんじゃないかな。ポロポロとこぼれる感覚で口の中でほぐれるようなのがとっても美味ですね。あ、パイナップルが入ってる、美味しい。うん、だいぶね、砂糖がかけてある量が多いと思いますんで、まあでも309キロカロリーなんで、バナナロールとかね、なんかこの練乳ロールとか、前回お知らせしたシリーズよりはカロリーは控えめ、ちょっとちっちゃいっていう感じありますね。うん、むちゃくちゃ美味しいなこれ。以前の木村のパン、あれ給食で出てくるようなコッペパンみたいなやつだったじゃないですか。あれもとってもいいんですよ。でもこれはちょっと上品さが増すっていうかね、値段も高いんですけども、木村屋のパンの真骨頂じゃないかなと思いますね。まあちょっとこれはね、郵送には向かないかもしれないです。でもちょっとした高温多湿で味も壊れるし、もしかしたら傷むかもしれないんで、このシリーズはね、店頭で買うしかないかなと思います。すみません。うん、これいつか木村屋のパン工場とか本社にちょっと行ってみたいなと思いますね。ホームページで調べて交渉してみます。おいしい。うん、全部食べるところをね、紹介させてもらいました。 0.5 ポイントゲットです。このシール集めて送ってお皿をもらいます。